ハイライト、ハイライト、ハイライトは、日本タバコ産業、JT が製造、販売しているタバコの銘柄である。日本の大衆向けタバコの代表的な銘柄である。JT の前身である、日本専売公社が1960年に発売して、以来のロングセラー。オリジナルのハイライトは現在は、タール 17mg。 ニコチン 1.4mg 現行 JT 製タバコの中では重い部類に入る。香料にラム酒フレーバーを使用。非常に柔らかいフィルターが特徴だったが2007年8月以降は消費者の意見に基づき硬いものへと変更された。なおこのフィルターはセブンスターのものと類似しているが流用されているわけではない。日本初のロングサイズ8 0トルの タバコとして1960年に発売された。当初からフィルター付きで、フィルムパッケージも施されており、一般の紙巻きタバコといえば、両切りのフィルターなしで、セロン包装が施されていない当時としては、革新的な銘柄であった。それまでの大衆タバコの定番だったフィルターなしの、新生、憩いに代わり、1960年代から1970年代に、 かけて日本での人気銘柄となった。変遷に売り上げ世界第一位を記録したことが挙げられているが、発売後2週間で4億本も売れたことから、発売当時の爆発的人気が伺える。1960年代当時、1000倍校舎内で行われた、出演銘柄アンケートによると、職員に最も吸われていたのがハイライトだった。 浜ま等で有名だった元内閣総理大臣、吉田茂も、晩年には、浜まよりは軽い味であるハイライトを吸っていたという。歌謡曲でもハイライトは扱われ、井上淳の、お世話になりました、アリス、狂った果実などの歌詞中に登場するなど高度、経済成長期を象徴するアイテムであったことが、伺えるが、その後史上の思考はさらに軽い味のセブンスター系に移行し、 2000年代以降の現在では、もっぱら高年齢層に好まれる銘柄となっている。著名な紙巻きタバコの銘柄、マールボロの日本国内生産は、メーカーのフィリップ・モリスに対し、当時の先売公社がハイライトとの技術交換を提示して実現した。そのため、アメリカでフィリップ・モリスにより、ハイライトが発売されていた時期があった。ハイライトというのは、俗語で、 もっと日の当たる場所という意味。また、ロングサイズで、当時最もタールが軽いタバコであったので、はい、長いから、ライト、軽いという造語にしたという説もある。当時の先売0 0校舎のパンフレットから見るに前者が正しい。発売以来続くパッケージは、コバルトブルーの地に、ハーイライトの白文字、上部には黒線8本が放射状にデザインされている。このブルーは、 ハイライトブルーとも称された。デザインしたのは、後に著名なイラストレーターとなった和田誠で、彼が青年時代に手掛けたモダンデザインの代表作である。その後、企業や政府の宣伝広告や観光地や祭りなどの内容、観光タバコを配したパッケージも登場した。1960年代は、後年に比べ喫煙率が高かったこともあり、 ハイライトのパッケージは大衆に馴染み深いもので、ここから配色を着想したという事例も伝えられている。また物の大きさを示す際にも、1970年代まで、ハイライトを横に置き比較対象とする例が多く見られた。2018年10月1日、タバコ製造税にて450円へ価格改定。日本以外では、アラブ首長国連邦において、 ハイライトスペシャル、タール6ラム、ニコチン0 5ラムというトルコ製のアメリカンブレンド製品が販売されている。一時期はタバコ需要を石鹸した銘柄であり、愛飲者は埋挙に暇がなかった。普通のタバコがハイライトであったからである。愛飲者にはシンガーソングライターの吉田拓郎がおり、彼にはハイライトという題名の歌もあり。 ジャケットにハイライトが映っているアルバムもある。今はまだ人生を語らず1974年。同じく歌手の桑田圭介、サザンオールスターズも愛飲者で、1988年発表の圭介桑田の駐車真にて、机の上にハイライトが置いてあったり、彼が喫煙している写真がある。1999年に禁煙また、ピースとハイライトという楽曲もある。また、 俳優で歌手の寺尾明も愛飲しており、ザベスト店の1位のお祝いで特別パッケージのハイライトがプレゼントされた。後続商品のセブンスター系列の台頭で、ハイライトは大衆タバコの主義の座を退りき、相対的に時代性を帯びた全世代のタバコとして独特のキャラクターを持つようになる。近年の愛飲者にはエキセントリックなパフォーマンスで知られる。 シンガーソングライターのシーナリンゴもいた。2004年に、禁煙。また、山田孝之の東京都北区赤羽において、山田孝之が、メンソールタイプを吸っている。キャラクターの強いタバコであることは、フィクションのアイテムにも活かされ、例えば漫画、赤木闇に降り立った天才の主人公、赤木しげはハイライトを吸っている設定になっている。 1970年代の生活を描いた漫画ちびまるこちゃんにおいても主人公桜ももこの父親である桜ひろしがハイライトを愛飲している設定があったりテレビアニメ版のサザエさん内で磯野の美平がタバコ屋の窓口でハイライトを購入するシーンがある波平とマスオは喫煙者の設定となっている名探偵コナンの毛利小五郎も愛飲するシーンが多々あるまた 初期の頃は新生を愛飲していた、ルパン三世の銭形警部も、後期のアニメ作品では、ハイライトを取り出すシーンが見られた。行動レースを描いた、頭文字 D の主人公、藤原匠の父親で、豆腐屋を営む元ラリーストの藤原文太も、ハイライトの愛演歌で、登場するシーンのほとんどで吸っている。こちら、葛飾区亀有公園前発出所の両津勘吉も、初期は、 愛演家であった。最有機の砂、五条や、ブラックラグーンの竹中正宏も愛演している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。